対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはイーグルスの先発上沢。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか？とりあえずボールをしっかり狙ったこと。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。バッターは2番に入っている山田。上沢、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは上沢。打った、伸びていく、どうだ、入った、ホームラン、先制ホームランです。ジャイアンツ、イーグルス、初回いきなり先制弾を浴びました。イーグルス先制を許します。1対0。ストレートが真ん中に行ってしまいました。さあ初球は何か。初球時、打球は左中間へ。バッターボックスには4番鈴木。ツーアウトになっています。初球時、この打球は落ちそうだ。最後はライトフライ、つかんで3アウトです。さあこれからジャイアンツが守備につきます。そしてマウンドに上がり島内が打席に入ります。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。真ん中打ちました。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは2番に入っている坂本。則本、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。痛烈な打球、わずかに右に切りました。ファールボール。次は2球目。2球目打ちました。ここはフライになっています。打順は3番浅村。2アウトになっています。この回のイーグルス打線ですが、たった3球で2アウト。初球時ヒットになった。ランナー出ました。楽天イーグルスです。2アウトランナー1塁。4番バッター山川、ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました。山田、一塁アウトで3アウトチェンジです。2回になります。ジャイアンツの攻撃、バッターは5番小笠原。イーグルス1点ビハインドとなっています。切れていきます。ファウル。またファウル。いい当たり、セカンド取る、アウト。いいプレーが出ました。ファインプレー、いいプレーが出ました。ファインプレーです。走り込みながら見事にキャッチ。ここはー初球は何で来るか。打ちました。取った、アウト。2アウト。バッターは7番に入っている掛布。2アウトランナーありません。1番バッターはキャッチャー甲斐。イーグルス、この回追加点を許しています。小宮山さん、これ以上の失点はできませんよね。これ以上離されると辛いですから、絶対点はやれないですね。そうですね。打ちました。痛烈、ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー1塁。バッターは9番に入っているそよぎ。ヒットでランナーを1塁に置いています。ライト方向を流します。一二塁間を破る。イーグルスピンチになりました。ツーアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには西川が入っています。さあランナーを得点、これも初球打ち、一塁アウトでスリーアウト。2回の裏、追いかけるイーグルスの攻撃。打席には5番バッター村上。イーグルスビハインドで迎える。打ちました。これはサードライナー。バッターボックスには指名打者の原口。森本、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち、ライトが追いかける。そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。1点差に詰め寄る一発となりました。いや、完璧に捉えました。見事。初球打ち、これはセカンドライナー。ご覧いただきましょう。打ちました。これはショートライナー。
ッターボックス山田、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。打ちました浅村、アウト、ワンアウト。バッターは今日 DH に入っている柳田。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここはまず何を投げてくるか。打ちました、セカンドが取る、一塁アウト、スリーアウトです。楽天イーグルス最後の攻撃になります。バッターは9番に入っている相川。イーグルス1点ビハインドで迎える最終回です。インコース詰まりました、山田が抑えています。ワンアウト、打順はトップに返って島内。先ほどの打席はファールフライに倒れています。則本、まず打ちました、三遊間抜ける、ランナー出塁しました。ワンアウト、ランナー一塁となりました。2番バッター坂本、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。初球のサヨナラ、逆転サヨナラツーランホームラン、試合を決める劇的な一発となりました。劇的な一発、この人からサヨナラホームランが飛び出しました。ホームベース上でもみくちゃです。楽天イーグルスがなんと劇的なサヨナラ